任期満了に伴う中間市長選挙は、昨日投開票が行われ、再選を果たした福田健治市長が今日初登庁しました。午前9時半過ぎ、中間市役所に登庁した福田健治市長は、職員から花束と拍手で迎えられました。昨日の中間市長選では、2期目を目指した現職の福田市長が、新人2人を破り再選を果たしました。時点とは452票差でした。投票率は 52.99% で、前回2017年より 3.04 ポイント下回りました。市のために何ができるかということをお互いに考えながらやっていこうじゃないかというような4年にしていきたいと思ってます。妥協もしません。福田市長は市の財政再建や市立病院の廃止に伴う地域医療の課題などを解決していきたいとしています。